アロイス・リール・アロイス・アドル・フリールは、オーストリア出身の新官と派哲学者。オーストリア帝国のボーゼ然に生まれた。ヨーゼ・フリールは兄弟。リールは、ウィーン大学、ミュンヘン大学、インスブルック大学、グラーツ大学に学んだ。インスブルック大学で1868年に、博士号を取得した。1878年に、グラーツ大学の専任教授に就任した。後に、 フライブルク大学、キール大学、ハレ大学のポストを歴任し、最終的にはベルリン大学で教鞭を取り、ルートビヒミース・ファンデルローエに、ノイバーベルスベルクにある自宅のデザインを依頼した。リーールにとって哲学とは、世界観の教授ではなく、知覚の批判こそがその任務であるとした。博士論文指導を行った学生に、パウル・ヘンゼルがいる。リールは、 ポツダム近郊のノイバーベルスベルクで母子、クライングリー日記のアルター・フリードホフに埋葬された。妻のゾフィーは、フリーダ・グロスのおばにあたり。フリーダは、オーストリアの医師、科学者、革命家の夫・グロスの妻である。ポツダム・バベルスベルクの、リールハウス・ハット・ AB リール、アロイス・アット・ドイチ・エビオグラフィ・ハット、ワールド・キャット、アイデンティティーズ・モースト・ワイドリー・ヘルド・ワークス・バイ・アロイス、リール。 ありがとうございます。